アイテム番号 SCP-79JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-79JP は通常の人型オブジェクト規格の密室条件である収容用個室に収容してください。個室内には危険物品即時処理用の常可動焼却炉に通じる水流装置付きタンクと半自立清掃ロボットの投入口を備えてください。清掃ロボットは SCP-79JP が個室内で嘔吐し、なおかつそれがタンクに向けて行われたものでない時のみ、床面に設置されたセンサーの反応に基づいて投入してください。タンクの点検と洗浄はすでに設置されている自動装置を起動させて行い、清掃ロボットの点検と修理は専用の回収ロボットによる回収後行ってください。 SCP-79JP の監視は個室の外側からの監視に止めてください。実験目的以外で SCP-79JP に直接関係する映像や音声の録画、録音は現在禁止されています。説明、SCP-79JP は40代半ばほどに見える日本人男性です。対象は自らを、と名乗っており、同名の人物が、年に、県、町より行方不明になっています。対象の家族からは当時捜索願いが届けられていたことが確認されてますが、その家族の現在の消息は判明していません。SCP-79JP は常に体調不良と吐き気を訴え、不規則に嘔吐を実行します。1日の平均嘔吐数は7回ですが、回数と発生時間にはばらつきがあり、対象自身も制御できていないように思われます。SCP-79JP によって吐き出された嘔吐物が、直接的であるか間接的であるかに関わらず他者に視認されたとき、死人者は現在の体調や事前に消費した食物の種類に関係なく即座に嘔吐します。死人者が発生させる嘔吐物の内容と分量は、死人された嘔吐物と全く同一です。死人者はその後4、6日にわたって強い吐き気と睡眠不足に苛まれますが、時間の経過によって症状は改善します。死人者が独自に嘔吐した嘔吐物には、SCP-79JP の持つ異常性は付与されていません。SCP-79JP が嘔吐する物質は主に自らの胃液で溶けかけた複数の固形物からなり、これらは嘔吐の寸前に SCP-79JP の胃に突如出現します。SCP-79JP は20、年に、で発生した集団食中毒事件において、すべての患者と食物から何の毒物反応や細菌も検出されなかったことで財団の目に留まりました。その後患者の証言から SCP-79JP の存在が判明し、詳細な地域捜査の結果収容されました。発見時 SCP-79JP は乾いた吐砂物に濡れた白衣をまとい、朦朧としたままをさまよっていました。ポイ1、SCP-79JP は給仕と睡眠を必要としておらず、またそれらを行いたいという欲求すらないようでした。しかし、常に憂鬱であるように見える以外に精神上の異常はなく、肉体的にも性質の解明となり得る異常は見つかっていません。SCP-79JP は現在まで以下の物品を要求しました。携帯用のビニール袋。却下、出版のホビー雑誌10冊。許可、インターネットにアクセス可能なパソコン。却下、インターネットにアクセス不可能なパソコン。却下、替えを含んだ安眠枕3つ。許可、市販の酔い止めの定期支給。却下、許可、社製のプラモデルキット。許可、プラモデル製作に使用する工具一式。却下。ポイ2、SCP-79JP の嘔吐抑制実験として、SCP-79JP の胃袋の部分的な切除が行われました。しかし切除から28秒で胃袋は完全に再生され、その後即座に嘔吐しました。その後8度にわたって行われた消化器官の摘出実験でも、同様の結果となりました。SCP-79JP は消化器官の即時再生能力を有しており、再生時にも何らエネルギーを消費していません。ポイ3、SCP-79JP へのインタビューログ。
元音声は神山博士の提言により削除済み。対象 SCP-79JP。 インタビュアー神山博士。付記、インタビュー中に SCP-79JP が応答を行っても問題が発生しないように、 SCP-79JP の口は十分な容量を持った合成樹脂製マスクで覆われており、発声は喉元に装着された咽頭マイクを介して行われる。その上で SCP-79JP には、精神活動に影響が出ない範囲では最上限量のオート鎮静薬剤を投与している。録音開始。こんにちは SCP-79JP。こんにちは先生。そう呼ばれるのにも、もう慣れてきたな。それは決して悪いことではありませんよ。適応力を示すのは、あなたが普通の人間である証拠です。いや、そうかな。お世辞でもいいことですな、先生。さて、それでは早速始めましょう。今日はあなたにとってはちょっと辛いことを思い出していただくことになるかもしれません。あなたがその病気にかかってしまった理由についてです。あなたがそんな体になってしまう直前のことを、ぜひ聞かせていただきたいのです。5秒沈黙。そうか。とうとうそこまで来ちまったのか。問題ありませんか？13秒沈黙。えずくうめき声。大丈夫。ではお願いします。ありゃ、ね、夜だった。そうだ、夜だ。俺は家で、パソコンをやってたんだ。家で。ご自宅で、ですか？中、SCP-79JP がかねてより、自宅だ、と主張していた住所には現在使用されていない持ち主不明の町工場がありました。SCP-79JP が主張する時期に住宅があったとの記録はありましたが、その時 SCP-79JP の家族が居住していたことを証明する記録はありません。それで、俺はネットサーフィンを、うめき声、やって、た、趣味だったんだ。それが、毎日やってた。でも、あの日は、沈黙。続けて、それとも、難しいことでしょうか？いや、大、ゲップ、大丈夫だよ。そう、あの日、だ、あの日はちょっと、おかしかった。いつの間にか、変なサイトにたどり着いたんだ。ものすごく派手で、キラキラしてて、丸っこい字でいっぱいのサイトだった。最初は変わったアダルトサイトかと思ったよ。そのウェブサイトのアドレスは覚えているでしょうか？昔のことだし、流れてついたサイトのアドレスなんて、いちいち覚えてないよ。でも、サイトの名前はデカデカと表示されてたし、あんなことになったから、よく覚えてるよ。サイトの名前を教えていただけますか？ああ、確か、そうだ、博士の人気者大作戦、って名前だ、よく覚えてる。人気者、の部分がひらがなで、最後にびっくりマークがついてたな。それで、あなたはどうしましたか？いや、変なサイト開いちゃったと思って、えずくうめき声、すぐ閉じようとしたんだけど、カーソルを動かしてるとき、間違っちまったんだ。クリックしちまった。どこをクリックしたのでしょうか？どこ、ってもんじゃない。間違って押した。うめき声。それだけなんだから。でも、それでページが何かの動画に飛んじまったんだ。あれ俺が思うに、サイトの全体が、あの動画に飛ぶスイッチだったんじゃないかな。どこをクリックしたとしても、あそこに飛ぶ。そんな風になってた。と思う。表示されたのは、どこかの動画サイトですか？いや、ただ、動画だけが、ポツンとある。そんなページだった。どこだかはわかんねえ。それで、その後どうしましたか？どうするもこうするも、ねえよ。動画は、いきなり、ゲップ、勝手に、しゃっくり、始まったんだ。俺は、目が釘付け。だったよ。動画は、いろんな写真やら一枚絵やらが、目まぐるしくシャカシャカと切り替わってく、そんな作りだった。
認識できた限り、動画の内容を教えてください。ああ、うめき声、小さな、溶けたトカゲの写真、黒い年寄りのじいさんの写真、部屋の隅っこで丸まってる女の子の絵、遠くの爆発を眺めながらベンチに座ってる男の写真、看護家の中で眠ってる男の絵、他にもたくさんの写真や絵があって、その中には全部何かの生き物がいた。そして、そいつら皆、吐いてた。口や鼻から、ゲロをぶちまき散らしてた。俺が見たもの全部吐いてたんだ。SCP-79JP がマスク内で嘔吐を実行。想定済みの事態であったため、インタビューは続行。SCP-79JP は嘔吐後2分間沈黙。そして、最後に、顔が、映った。いや、ただ単に緑と黒と赤の模様、だったんだが、それは、顔にしか見えなかった。ものすごく、不気味で気持ち悪かった。俺の胃袋がぐるぐる回って、今にも吐きそうになった。その時、最初に嘔吐したのですね。いや、違うよ。その顔を見た時、すごく不気味だった。正直怖かった。なのに、俺の頭の中にはある言葉が浮かんでたんだ。なんでそんな言葉が浮かんだのか、今でもわからないんだ。あの、楽しげで、明るげな言葉。それが頭の中に浮かんでから、俺は最初に吐いちまったんだ。どのような言葉ですか？ああ、うん。その後 SCP-79JP はうつむき、ちょうど1分間沈黙。SCP-79JP、その言葉を教えてください。SCP-79JP は丸めていた背筋を伸ばし、目を大きく開いて真正面を見据え、咽頭マイク越しであるにもかかわらずこれまでとは全く異なった声で喋り始めた。わお、よく見つけたね。君だけの秘密の場所にたどり着けたご褒美に、いいことを教えちゃおう。学校や、ノイズオン、パーティーで、なんとなく自分が地味で注目されてない、なんて思ったことはないかな。それともみんなに好かれて、みんなの真ん中ではしゃぐ人気者のあいつが羨ましい、自分も注目され、ノイズオン、たい、なんて思ったことはないかな。博士が、ノイズオン、君にだけ送る特別なものがあれば、じゃじゃーん、明日から君も人気者、みんなから注目されちゃうこと間違いなし、それが博士の人気者大作戦、さ。待機していた保安要員が全員同時に嘔吐。これは、罵倒、インタビュー中止、薬剤で意識を落とします。さあ、これで明日から君もクラスの人気者、みんなが、ノイズオン、くんの噂をするぞ、友達もたくさん、幸せなことはもっとたくさん、さあ、楽しもう、麻酔薬の一挙注入によって混沌。録音終了。終了報告書。非常に危険でした。我々は見誤っていたのかもしれません。重要なのは、異常な影響を他者に及ぼす嘔吐物、ではなく、嘔吐物を介して異常な影響を他者に及ぼす一人の男、なのかもしれません。そして SCP-79JP の話の一部が真実だとするならば、あの異常な言葉を完全に知覚し、支配されてしまった者こそが SCP-79JP と変異するのかもしれません。ひとまず必要なのは、特別収容プロトコルの改定でしょう。SCP-79JP は嘔吐の知覚以外の手段で、他者に異常な影響を与えられるかもしれないのですから。しかし、影響にはわずかな個人差があるようで、今回は幸いでした。神山博士の報告に基づき、SCP-79JP の特別収容プロトコルは現在のものに改定されています。SCP-79JP は嘔吐物の視認以外の方法で他者に影響を与えうる可能性があります。この可能性が完全に否定されるまで、収容条件の緩和は行われません。同時に、SCP-79JP が閲覧したと証言したウェブサイトに関して、調査が開始されました。ポイオン、SCP-79JP の証言したウェブサイトに関する調査は、長期間にわたって何の成果も上げられませんでした。その事実と証言者の素性から、
証言そのものの信憑性が疑われ、財団日本理事会の命令によって調査は現在凍結されています。SCP-79-JP の新たな個体は発見されていません。SCP-79-JP が発していた異常な言葉を B クラス職員のみに聞かせつつ、状況を B クラスから報告し続けてもらうという実験が計画されていますが、実行は現在実験にふさわしい能力を持った B クラスの補充待ちです。どうして見つからないのでしょう。我々がこれだけ力を挙げて探したというのに、なぜ一般家庭からアクセス可能なウェブサイト一つごときを見つけられないのでしょう。SCP-79-JP は何者なのでしょう。答えはわかりませんが、仮説は一つあります。博士、たる人物がある幼稚注意団体を模倣している可能性は前々から示唆されてきましたが、その、博士、がより完璧な悪意ある模倣を実行したのならば、我々はあと10体以上の、似たようなオブジェクトと遭遇しなければならないのでしょうか。神山博士。